フェアフォード空軍基地はイギリスのグロスターシャー州にあるイギリス空軍の基地。ヨーロッパにおけるアメリカ空軍爆撃機が唯一展開可能な飛行場で1991年の湾岸戦争、1999年のコソボ空爆、2003年のイラク戦争の際には B-52 爆撃機が展開した。毎年7月には世界最大規模の軍用機構空将の ロイヤルインターナショナルエアタトゥーが開催される。フェアフォード空軍基地は第二次世界大戦中の1944年に建設され、終戦後の1947年にアメリカ空軍が設立されるとイギリスとアメリカ両政府はフェアフォード空軍基地に戦略航空軍団部隊の一つを配置することで合意し、1953年には アメリカ空軍の B-36 爆撃機受け入れのために基地の拡張が行われ3000メートル級滑走路が建設された。1965年、フェアフォード空軍基地はイギリス空軍アクロバットチームであるレッドアローズの最初の本拠地となった。1971年頃からフェアフォード空軍基地は物資輸送の戦略基地としての重要性が増した。 2010年にアメリカ空軍 USAF は9月までに制服組を撤退させ、主に保守と整備で基地機能を維持するための民間人部隊を配置することとした。フェアフォード空軍基地は爆撃機の待機飛行場として指定されたまま24から48時間以内に即座に再開できる体制が取られている。2018年11月。 ミルゲンホール空軍基地に所在するアメリカ空軍第95偵察飛行隊と第488情報中隊が2024年までにフェアフォード空軍基地への移転が発表され、500人の要員と RC-135VW 信号情報収集機が移転する予定となっている。ありがとうございます。